タコナモチャンネル。はい、どうもタクナムです。今回は第1回俺のジェスカ見ていこう。皆さん、ツイッターでの協力ありがとうございます。この企画は好評であればまた第2弾もやっていこうと思っております。それでは第1回目俺のジェスカ見ていきましょう。それではレッツゴー。記念すべき一発目のスカットはヤマさんのスカットです。こちら柏レイソルスカットです。今年取れた FP 全員取れましたと。で、歴代所属選手で好きだった現役選手たちということです。まずですね、この仲間江坂オルンが大南 FP を取れるっていうね、ガチャ運がまず素晴らしい。ちなみにタクナムは誰も当てれませんでした。そしてディフェンスライン、中山、中谷、中村のあの伝説の N3 の結成です。もうこれはね、さすがにロマンがある。最高に楽しんでますね。で、2トップ2人、ディエゴとオルンガ。これは絶対ウイレでも現役でも外役間違いなし。で、右サイドは伊東純也と酒井宏樹のもう代表です。日本代表コンビです。こう考えるとレイソルは素晴らしい。で、二人目がこちら、モビオさんであってますかね。モビオさんのスカットはね、これ皆さんぜひ一回考えてみてください。10秒。ピッチを半分に切ってみてください。めちゃくちゃ面白いです、このスカット。これはね、ちょっと見せてもらった時めちゃくちゃ笑いましたね。すごい面白い。これはね、めっちゃ楽しんでますね。どうですか、皆さん。分かった人は分かったんじゃないですかね。ちょっと。正解はこんな感じですね。真ん中で切った時に同じ名前が入る選手です。めちゃくちゃ楽しんでる。これはこのスカットみんなも作ってみてください。めちゃめちゃ楽しいし、相手は混乱する。うん、間違いないです。続いてウイレ J スケット選抜さんからの投稿です。この方はですね、 J リーグに在籍経験のあるスケットだけで編成してますということですね。めちゃくちゃこの方も楽しんでます。で、このスカットを見た時に J リーグって結構やばい外人取ってねと思ったんですよね。スペイン代表トーレス、ブラジル代表フッキとジーコ、そしてチョン・ウヨン、パクチソンと韓国代表、そしてベルギー代表フェルマーレ、オーストラリア代表ランゲラック、そしてベンチにスペイン代表イニエスタ、そしてケニア代表オルンガ、タイ代表チャナディップ。やばくね、 J リーグ結構やばい人取ってるっていうことですよ。さすが J リーグ、これからの補強も期待していきましょう。続いてウラニスタさんからの投稿です。浦和イレブン、しかも監督はミシャ、ワントップは元浦和のあのエジミューソンということです。あのエジミューソン覚えてる人いますかね。エジミューソン新潟でもね、確か大活躍して、そっから浦和に移籍してね、そっからまた大活躍するんですよね。で、これ見るとですね、エジミューソンは歴代外国人でポンテに次ぐ2位のね、公式戦出場数らしいんですよね。この出場数が物語ってるように、どれだけヤバい選手かっていうのが分かりますよね、この出場数で。で、この2017からですね、もう浦和スカットを作り始めてる。これがね、まず素晴らしい。うん、この時からもう浦和愛が素晴らしい。うん、この時僕はまだね、なんか名のあるスターばっか使ってましたね。ロナウドとかオバミアンとかベイルですね。ナンバー14 KO さんからの投稿です。きっと見たことある人は少ないであろう監督です。両サイドハーフの利き足でクロスサッカーや真ん中から崩していくサッカー等いろいろできます。クロスの時は中盤の選手がどんどん上がってきてくれるので数的優位な状況です。でも本当のキーマンは家長さんだということです。いやー、このフォーメーション全く見たことないんでね、いきなり当たったらどう崩すか、どう戦うかっていうのがね、やっぱ悩みそうな感じですよね。個人的にはね、このセンターバック、左センターバックにジョアン・オマリ左利きを置いてるっていう点がね、個人的には結構好きですね。家長さんがキーマンということで、家長さんのパスからオルンガが抜け出していったり、右サイドのね、中川選手、ベンチのエリキ選手、足が速いのでそこのスペースを使っていったり、左サイドは宇佐美選手だったりクリスティアーノ選手ができる。そこはね、やっぱ個で打開できる選手なので、もうゴリゴリいけちゃいますね。どんな形でもできそうなので、本当に強そう、この監督。うん。で、後半疲れてきてる時に出てくる長い選手が一番厄介。早すぎてもう無理、止められないんで、もう外役、これでもしスパサブついてたら結構やばいですね。うーん、強そう。第1回目ラストがこちら、雄大さんのスカット。もちろんガンバスカットです。 FP の運が良かったのかなと思います。この他にもアンダー23日本代表スカットや元ガンバスカットなども作ってますということです。やっぱりですね、 FP の運があるっていうのはね、やっぱすごいですよね。やっぱ
もう才能ですよね。そのガチャ運を手に入れるっていうのも本当に素晴らしいと思います。なんといってもですね、もう各ポジションにねいるんですよね、 FP 選手が。もうバランスが非常にいいですね、このスカットは。うん、センターバックにもキーパーにも中盤にもフォワードにもいるって考えるとね、ほんとバランス取れたスカットですね。このチャンスメーカー倉田選手が持って、このね宇佐美選手を使ったりアデミウソン選手を使ったりね行くんでしょう。そしてアデミウソン選手はね、チャンスメーカーの割にラインブレーカー並みのね抜け出しがあったので、もうマジで強いですね。で後半からラインブレーカーパトリックもいるんで、途中出場でもうチャンスメーカー倉田選手からのこのスルーパスとかが、宇佐美選手のスルーパスからパトリックっていうのもね非常にいいと思いますね。パトリックも強いんでね、ゴリゴリもあるしスピードもあるし高さもある、マジで最強なんでね、皆さんも使ってみてください。そして後ろは代表クラスの4枚、韓国代表と日本代表の融合。うん、ガンバスカットやっぱり強い。いかがだったでしょうか。皆さんのジェスカーね、やっぱ見るのは面白い。皆さんね個性があっていろんな楽しみ方があるので本当に面白い。今日の動画はこれで以上となります。ぜひ J リーグスカットをお持ちの方や J リーグ好きな方、高評価お願いいたします。初めて見て J リーグスカットに興味湧いた方、チャンネル登録高評価お願いいたします。それでは次回の動画で会いましょう。バイバーイ。